平泉駅は、岩手県西岩井郡平泉町平泉あざ、千億にある、東日本旅客鉄道東北本線の駅である。東北新幹線開業前は急行、岩手、森岡などの急行列車も停車していた。駅舎リニューアル全相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅である。かつてホームを挟んで2番線の反対側に3番線があったが、現在は、 線路が撤去されている。一の関駅管理の業務委託駅。緑の窓口、自動券売機、ニューデイズがある。駅構内にはかつて NRE 道の区運営のそばどころがあったが、2007年3月限りで閉店した。また簡易水化改札機が設置されている。駅舎は1966年に建設された鉄筋コンクリート構造の平屋建てである。 駅舎のリニューアル2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の際には柱の座屈破壊、壁や柱等の構造体のひび割れや崩落など駅舎が多大な被害を受けた。これと前後して平泉が中村寺や盲辻をはじめとした文化遺産を世界遺産へ登録することを目指していたことに合わせて駅舎を外部 内部ともにリニューアルする計画を立てていた。このため、災害復旧工事と合わせた駅舎のリニューアル工事が、同年5月より実施された。リニューアル工事にあたっては、自然、歴史、文化との調和をコンセプトに置き、待合スペースの拡張や、観光案内所の駅舎内への設置などにより、平泉観光の拠点駅としての役目を充実させた。また、駅舎周辺は、 歴史景観地区に該当していることから、駅外観については、周囲等の景観等を考慮した上で、茶色を基調とし、外壁面にルーバーを設置した。駅名標は、中村寺の金色堂をイメージできるように木目町の板に平泉駅の金文字をかたどったものとした。エコステモデル駅整備 JR 東日本では、グループ経営ビジョン2020挑むマイナス、内において、 様々な環境保全技術を導入したエコステを開始することを謳っており、最初に中央本線四谷駅がその対象となっていた。その後、平泉が世界遺産に登録されたこともあり、2011年12月に急遽平泉駅を対象とすることが決定され、2012年4月16日より工事に着手した。この際の基本コンセプトとして、 駅使用電力を自然エネルギーで賄うことにより、ゼロエミッションを達成することとしていた。このため、駅東側に太陽光発電の設置、蓄電池の設置及び駅車内や事務室に LED 照明を導入することとなった。その後、同年6月28日に完成して発電を開始した。JR 東日本によると、 2019年度の1日平均乗車人員は405人である。近年の推移は以下の通りである。ありがとうございます。